昔は、みつるさんの長い妄想、それを作る前は。私の理屈は正しい、それが優先。その後、自分の感覚に疑問を持つようになり、売れたか否かを非常に重視して、今の状況にあるわけだが。逆に言うと、理屈じゃなくなってるわけだ、感覚のみだ。昔は、理屈の上で、私の作品は悪くない、だったのだが。今はわからなくなっている。その上で、自分で自炊する料理、それは美味しいのか否か。なぜ、美味しいのか？ちくわを一本用意。ピーマンがあれば適当。シート状のとろけるチーズを一枚ちくわを縦に開いた中に敷き、そこに挟むように細切りのピーマンを詰める。あとは電子レンジで1、2分前後、チン。適当な大きさに切り、醤油をかけると、お酒のおつまみとしてお手軽。かなりふざけたこれは、どんなクオリティの産物、なのか？